はい、えー、皆さん今日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ちょっと神気味になってしまいましたけども、えー、もうですね何本目かになるか分かりませんけれども SixTONES、えー、のライブ d v d ブルーレイ私はブルーレイですけどもオンエストのですね、えー、動画を見ながら私が一応ボイストレーナーとしてこう歌のレポートをしたいんです歌声レポートをしたいんですけれども、えー、動画を見てただただリアクションする動画にもなってしまっているという このシリーズでございますけども前回ですね「ニューワールドラフ・イン・ザ・ライフ」を見させていただいた後ねこの曲順のところにね「MC」というふうに書いてありましてでまあ私は歌の先生なのでね「MC」の解説はもうちょっとできないで s i x t o n e の MC は長いという噂も聞いておりますのでちょろっと先ほどね見させていただいたんですけどもいやー長いです確かにあれ あれを私が見ながら解説するわけにいかないですから私はあの MC のことを全部見ましてまあですねあの、まあ、いろんな番組とかでね「あの少年倶楽部」とかのコーナーでもありますけども,もう6人が喋ってる感じ、まあ、どこまでがこう決まっててねどこからガードレールかわかんないですけども基本的にまあジュリ君が回しながら。 あのそれぞれのキャラクターがすごいしっかりしててく君はもういじられキャラでしょ北斗君もちょっとなんか不思議ちゃんキャラみたいな感じで,で森本君勢いでドーンでまあ大学もずっと黙ってますけど途中からね樹君のこう親御さんとの電話のお話でえなんかあの歌ってる声が大学君すごい綺麗だから喋ってる声はどんなんかなってこうね改めて聞いてみるとやっぱりね響いてる音喋ってる声も結構いい音が鳴ってるなっていうのが。 えー、そんな感じがとしますけれどもそしてまあね言うまでもなくもジェシー君はですね本当にそのなんていうんだろう芸人さんみたいなその言ってることが面白いんじゃなくてその動きであったり顔の表情とかね言葉のこうチョイス言い方というのがやっぱりまあだからそんなに内容が面白くないことだったと例えばしても。 面白く聞かせてしまう空気あとはね「へへへへっへ」っていうねあの笑い声やっぱずるいですね私はすごいやっぱ6人が喋ってるのもこう面白くてねじっくり見てしまいましたけれどもでそれでスタッフさんに何回かもう次の曲行けというふうにヤモニというねところに注意をされてそれを何回か無視してそしてもううるせえなとスタッフの人に言われて。<laughs> もういよいよい行きましょうということでえこの後のね曲のところから今じゃあく君がそれでは聴いてくださいというところから行くんですけど今気が付いたらスタンドマイクのスタンドのとこにこう羽みたいなのついてるいつの間にちょっと待って一瞬ちょっと戻ろうかな今のトークをずっと見てきて最後のとこでどこから急にこのスタンド出てきたあれ喋ってるねもうねちょっと待ってもうちょっと戻って。 でわーわーお話ししてるところの。あ、じゃ、ちょっとカットされてね、みんなでこう歌おうかと。で、でスタンドになって、ジュ樹里君がペンライトを思い切り振っててもらえればと思いますと。まずはこの曲からです。僕が僕じゃないみたいがきた。来ましたよ、皆さん。愛に咲いた花の名前はライアー。北斗君いいね。くう、揺れてる。北斗君、ほん。 本当に最初の頃に比べたらものすごい安定しましたねここわっ大河君も何ノースリーブっていうのあれ <laughs> 腕があらわになってますよまた僕はそうついたいたジェシーくいねの心を任したもうすごいああならないもうすごい慣れてんね森本君にい,いっそ諦めるべきなん うまいね、サクッとうまい。さあ、大賀くんどうやったって、あらに切らつ,つのはその笑顔ジュリー君のハモリもいいよ思い出りおマイクくっついてますねないんだ、僕が僕じゃないみたいだ笑える泣きジェシー君んせいだ、どうしてんだ、どうかしてんだ君以外はもみすごいコウシくん咲いた花の名前はライア あの場所で揺れてる。いいよ、こうちくんね。ちょっとこの辺力が入りますけど、しっかり声出して。音程も取れてるしね。本当に六人ともたいがく、何ある取り方。<laughs> ちょろっと弾いてる、ジェシー君、ね。レレなんなのたいがく、あれ。あの嘘も、この嘘も、まずくる。 はなら <laughs> ジェシー君ちょっとドラムたたいて,てますよ。<ー>うわっ、いい笑顔する北鼓徳。それもいいか。なんだそれが本当の僕さっきっと。ねうますぎないとビブラートまで。さあ、ジェシー君きた。どらくちゃなくないな。君がいう思えない。うん 僕は僕じゃないみたいな。いいねあのみんなが僕じゃに言った時はちょっと生歌感いいねどうかしてんだ君以外はもう見えない愛にさ,さあタイガー君来た花の名前はライアーさてなにこの手で揺れてる簡単に出すけどう最後色っぽい切り方あー お、北斗くん、ロングトーン、ー大学来た。えー、すごい上手いねみんな。どんどん安定感増してきたさあ。ライトが消えて、エキストラ BIP 行く前に、あら、北斗くんと高橋くん出てきました。 2月17日に発売した A.SixTONES の最新シングルとなってるんで <laughs> なんでコーチ君の2人で言うのはい。現在、8月11日発売予定の5枚目シングル、マスカラ、うん。あ、そうか、ここで発表したのか。あ、どういう曲調とね。なるほど。<laughs> 一君ソースつかないでしょ <laughs> あ,あそうかこの時はまだねえー、俺たちのこういうとこを表現したかった「土直球」ええー「スネタサンワールドね」ねそう発表されてすぐだもんねこれつかまれた感じしたいよねとええー、聞かしたい確かにね中毒性がある楽曲になってますと。 えー、こんなコーナーもあったんだね。はい。なるほどね。僕僕やファーストをまた聞き直してくれたら嬉しいです。と、高地くん。はい。お、お北斗くん改めて楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。ということで。お。 チームストーンズということで、演者さんということで、うん、こっちから、こーチくんね。はい。こっちからこっちと。さすがですね、と。半分が青色のペンライト。はい、北斗くん側。赤。おお、もう綺麗に。綺麗になってます。俺が嫌い。<laughs> そんなことはないでしょ。はい、赤と青に今、真ん中で分かれましたね。 おなるほど。僕たちの意図があるので、みんなが参加してくれ。わー、すごい。きれいにね、青と赤できれいに分かれましたよ。<laughs> 色が変わんない人は、皮の中に入れてくれて、高地君。<laughs> はい。きれいに赤と青で分かれましたと。一回振ってみましょうか。うわー。 素晴らしいですね皆さんね協力してくれてえこれがあこれを楽曲でフル曲で始まるので最高の2人が歌ってくれますどうぞなるほどうまく2人 MC でつなぎましたねさあなんか映像が出てきた白い玉をこう触ってる映像ですよででてで,でん こう触,触ってるとかなんか手をかざしてなんかちょっとねかっこいい映像ですよこれ白黒のカツ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 歩いてる足音が聞こえますあっジュンジュリタナカおっ STVI チェイでさあジェシーとあ,ーあ,ーあ,ーあらなんか気がついたらあれどこなんか箱にいるけど We are here in moment. ジェシー乗り方もかっこあああ,あどこにいるのあれ What <the> Jesus? そうか今さらですけどこれ二人のメンバーカラーだったらね <laughs> それで青と赤に分かれてそこに今座ってるんだ二人なるほどねあ真ん中にいるんだフェイクンデートだおう

ああやってね、ジェシー君上向いて歌うの大変なはずなんですけど、綺麗に出てるね。うわ、映像ちょっとグワッと、かっこいい動きしましたね、今。へえううなんだまた来た。うわうわう。すごい。ジュリー君足上がってますよ、左足。あけるまでうわ、ジェシーもそうなってる、足が。悪いですね、机に足置いて。あ いやこの歌ね結構かっこいいんだよねこれやっぱなんかこうメロディーって感じじゃないけどさあ降りてきましたよジュリー君もジェシー君も箱から降りてきてまた真ん中の通路に「おジェシーえー、ええー、えあんな簡単にやりますけど難しいわあれ。 うわままた来た来ね角っこまででで <noise> プラジュリのッいいつも再現できないですけど <noise> うわあかっこいい。足の踊りりもも動きも入りましたけどわジェシーすごいね

いやこんなんじゃないよ。皆さん見ていただいたら分かりますけどジェシーとジュリクはもっとかっこいいんですけどどうなっちゃうんでしょう私これねうまくできないですけどいやあのね僕が僕じゃないみたいださっきもちょろっと言いましたけど北斗くんめちゃくちゃうまくなってるねうまくなってるというかもう完成したんじゃないですかこのこの曲に関しては。 最初ねテレビでこう披露してるやつなんかこうちょこちょこ見させてもらってた時はやっぱちょっとテンポがね速くなってしまうとこがあったりとか高尾ともちょっと苦しそうになってるとことかが、まあ、あったっちゃあったと思うんですけど全くないねいねすすごいですあの声の太さがずっと低尾とも高尾とも一定だしあの大河君みたいにねふわーってまっすぐ伸ばすロングトーンで最後あの最後ね 揺れてるーだったっけいや綺麗に歌えてます。なんだやっぱ自信なのかな慣れももちろんあると思うんですけどいやすごいあのあちょっと上手くなりましたねとかじゃなくてもう上手ですよ。あんなふうに私ね、まあ、並べちゃいけないですけどやっぱり歌の先生というか自分でもねライブやったりするので。 こんななに歌えろかなってねたまに生徒さんでも聴きながら嫉妬しちゃうことあるんですけど「えー、そんなうまく俺歌えるかな」っていう気持ちになっちゃいました北斗くんめちゃくちゃ今うまく歌えてましたしで森本くんも地くんもね一生懸命こう言葉ハキハキ歌って森本くんもうまくなってるね、えー、だから6人でバッと歌った時の、ね、一瞬さっきも言いました僕が僕なの「ぼ」の入りなんかはすごい。 みんヘタに入れてしまうとボーっていう空気が入っちゃうんだけどもそれをうまくうまくはまく空気前に出ないようにボの発音をしっかりするというそういう出方もできているしいやいやであの歌はほら踊らないでしょみんなスタンドマイクで歌だけで勝負してますけれども十分あのマスカラのねそのんですか、えー、限定版じゃない。 初回版限定なんか入ってましたよねあっちで結構ゆっくりなテンポのやつ聞いてたから今聞いたらすごい早い気がしましたけど、うん、でもちゃんとその中でね表現できてるすい素晴らしかった本当にびっくりそしてエクストラ BIP はちょっと私ねメンバーからだということで気づくのにだいぶ遅れてしまって申し訳なかったですけど いやあれね今2人でジュリー君とジェシー君でかっこよく歌ってますけどあんな感じで自分で歌おうと思ったらまずでできないすよそのメロディーを奏でるってもちろんなんですけどちょっとラップっぽい感じとかジェシー君もあっちこっちでこうグーってがなるような声が入ったりジュー君もそうですけどで最後のこの動きがありながらのまた同じメロディーだけ聞いたら「デッでデでデッデデデデ そんなに、ね、動いてないからかっこよく弾かすって難しいんですけどいやすごいいろんなことができるなっていう,こう引き出しの多さを改めて感じる2人のエクストラビップでした、ね、VIP でしたね VIP でしたねはいということで、えー、今回はですねどちらかというとちょっとこうね盛り上がるっていうよりかはこう聞かせてくれる曲、まあ、ジャンルは違いますけど2曲でしたけれども皆さんにお届けさせていただきました、えー、ということで今回も最後まで皆さんご視聴いただきまして誠にありがとうございました